あ、はい、どうもこんにちは、はるです。僕今まで、ちゃんとマインクラフトのバニラをちゃんとしっかり最初から最後までなんかこういろいろ物作ったりしてなんか楽しんだってことはないんですよ、いろいろいつも見てくださってる人には分かると思うんですけど、もっと使って遊んだりとか、動物愛護クラフトはそれに近いけど、そんな言うほど家とか作んなかったし、しかも動物を食べない縛りっていうのがあったじゃん。で、そのだいぶ前にマイクラの普通のバニラやったんだけど、結局パート13ぐらいで打ち切りになっちゃった。打ち切りっていうか、もうめんどいから打ち切りにしたの打ち切りにしたのだから、もう今回ちゃんとやろうかなと思ってやります。はい、シングルプレイ、よし、ワールド新規作成だ。ワールド名どうしよう。春、よし、オッケー、これだ。チート値は、これです。チート使ってんじゃないかってね、よく、リア友とかに疑われるんで、もうチートオフにします。はい。ワールド新規作成いきます。てい。さあ、どんな地に降り立つかな？なんか、明るいところがいいな。なんか、森とかやだな。平原がいい。お、ん、あ、あ、いい、いい、いい、オッケー、オッケー、オッケー、いい、いい、いい、うん、近くに平原あるし、水あるし、木ある、たくさんあるし、あ、いいじゃん、いいじゃん、羊もいる。完璧ですよ。あ、完璧だ、これ。あ、さすが、持ってるなぁ。いや、持ってるなぁ、つっても、本当は実況者として持ってる人は、ここで森のど真ん中とかを引くんだろうな。だから俺は、ある意味、持ってないのかもしれない。よし、じゃあもうさっさと行きます、さっさと。僕も伊達にマイクラも何年やってんだって話ですよ。どんぐらいだ ?1 年とちょっとぐらい。わかんない。わかんないけど、とりあえずじゃあ、ピッケル作って、工事うるせえな。なんか、キュインキュインキュインって音がね、外がするんだよね。よし、やっていこう。じゃあ、ちょっとね、あっちの平原に移動しよう。平原に、ちょっと穴掘って仮拠点作ろう。あ、待って、洞窟あんじゃん。完璧だ、ここ。完璧だ。ちょ待って、ここで石掘って、これでもう石のつるはし作れちゃう。完璧だ。よいしょっと、できた。これさ、ちょっとこの辺をさ、壁作ってさ、あ、待って、これ地下渓谷じゃね、すげえ。すげえな、この辺、ここの洞窟をさ拠点にしようぜ。決めた、ここ拠点にするわ。これでちょっとその辺のさ土をさ、この辺の土をさちょっと取って、で、集めまして、ここら辺に壁を作るんだよ。で、この辺に2個穴開ければ、ほら、もう完全にもう家でしょ。完全に家でしょ。家だ、家だわ。うん、誰が何と言おうと、これ家だからな。よいしょ。じゃあ、木集めよう。木集めて、ドア作ってつけよう。あ、ちなみに目標は特にないです。実績解除とかね、やっていきたいと思います。よいしょ。さあ、松のドア。ジャキーン！おー、完璧。うわ、完全に盗賊のアジト。完全に盗賊のアジトだ、これ。うわ、薄暗。そうだ、松明も作んないといけないんだよ。ちょっと石集めて、かまど作ろう、かまど。あ、ない、ちょっと、危ない。この家危ない。欠陥住宅だ。ちょっと匠呼ぼうぜ。あ、匠ってこっちの匠じゃなくてあっちの匠ね。ビフォーアフターの方の、ビフォーアフターから来てるんだろうけどさ、リフォームの匠って。よいしょ。で、これでかまど作ろう。スイッと、オッケー。で、ちょっと、じゃあ作業台も掘っちゃおう。で、移動させちゃおう。スッと。で、じゃああとは原木を集めて、キュイーンうるせえな。キュイーンうるせえな。よいしょ。よし、18個。こんぐらいあれば、いけるでしょう。で、これで、かまどにぶち込むと。完璧。よし。あ、これで明るくなったね。ナイスナイス。よし、完璧じゃない。うわ、家だ。完全に家だ。あ、すげえすげえすげえ。いいんじゃない？もうこんな感じでやってっから。もう終始こんな感じだからね。あ、それ、剣も欲しい。剣作ろう、剣。よっ。おっと。あ、待って、間違えた。これ剣じゃねえよ。スコップで敵を殴ってどうすんだ。よし、剣できたから、ちょっと豚さんでも飼ってこようぜ。ちょっと豚飼ってさ、食料確保。
どうせ豚なんてね、あれだよ、あのもし牧場作ることになってもどうせ使わねえからすげえひどいこと言った。あ、これさ、ゾンビの声するし、あ、でも違う、これ、あ、なんか俺スポナー、一瞬スポナーかと思ったけど違うのかな。でもゾンビの声するってことは多分ここ洞窟だよね、多分この辺。うん、めっちゃするもん。あー、開いた、開いたね。ん、明るいぞ。マグマとかあんの。あ、ゾンビいる。どうしよっかな、ちょっと砂落として階段作って、ちょっと様子見てみよう。あ、ちょちょちょ、来た来た来た、よっ、ほっ。あ、なんか調子乗って入っちゃった、調子乗って入っちゃったけど、ちょっと怖いから逃げるねでもここに洞窟あるんだ、いいねいいね。洞窟が近くにあるってのはありがたいですよ。うわー、あぶねうおー、まさに奇襲。いや、豚さん飼ってこ、豚さん、よっ、ほっ、よっ。あ、そう、羊も飼ろうぜ、羊も飼ってこうぜ。めーめー、ふえー、オッケー。お、羊、お、これ3匹、お、ベッド作れんじゃんうわー、わ、すげえな、今回サクサクだな本当に。ほっほっ、よいしょ、まあ、この辺周りも探索したいんだけど、とりあえずそれ後でやろう。あ、意外と結構分かりやすくない、ここ。あ、しかも近くに水もあるし、完璧やないですか。お、15個、すげえすげえすげえ、大量大量。あ、じゃあかまどもう1個欲しいな、かまどもう1個欲しい。こっち掘っても大丈夫。あ、すげえすげえな、この家石取り放題じゃんこの家石取り放題だよ。みんな来ていいよ、この家行きたくないって。うん、まあ、それそうでしょお、かまど作ってよっ。あ、もうあれだ、木がない、木が。よし、30個ゲット。よっしゃ、これでこれ全部木材にして、オッケー。じゃ、とりあえずこれでもう棒を何本か、12、16、よし、でこれで松明を作る。イエーイ、60個、いいねいいね。早いとこ石炭欲しいんだよな。よし、で闇を照らそう、完璧完璧だね。よして、肉焼こう、肉、あれ、あ、もう豚肉入れた。よし、羊も焼こう。よして、ベッドベッドベッド、ほっほっと。よしで、ベッドを、じゃあベッド、ここの無駄にここの裏につけて、あ、でも洞窟だからな、あれだな、湧きやすいから、あの、あれ、モンスターがこっち側に、だからちょっとこっちの入り口になるべく近い方に、ほっ。よーし、これ大丈夫、窒息とかしないかな、大丈夫大丈夫だよね。よし、オッケー、完璧。待って、ここ開いちゃう、開いちゃって、あ、もう夜じゃん、夜じゃん、寝ましょう寝ましょう寝ましょう。早速このお乳のベッドで、完璧じゃない今回なんか完璧じゃない、めっちゃサクサクだよ。まあモンスターとかと合わないとつまんないのかもしんないけどさ。お、羊肉できた、じゃあ早速いただきまーすと。よし、じゃあ、あ、そうだ、チェストまだなかったね、チェスト作ろう。で2個作って、で、ラージにしよう、ラージに、ここでいいかなこの無駄に裏に作るっていう。で、まあいらないものをぶち込みますと。まあ木材は一応取っとくか。よし、じゃあ洞窟探索行こう。うん、ここの奥のドアで、ドアでここら辺風穴開けて、風穴開け、あ、そうだこっちかだったんだ、うわー、どうやって降りよう、これ水とかあれば便利なんだけどね。どっかが壁、くわー、これむずいな、どうしよう。あ、焼き豚終わった、深っ深っ。で、待って、下水かな、これ下水っぽいけど、さすがに飛び降りるのは怖い、さすがに飛び降りるのは怖い。どうしようかな、やっちまったぜ一気に天国から地獄だよ。どうしよう、これどうしよう、回収の術がわからない、あれどうやって回収したらいいんだ、やらかしたな、うわ、経験値。あそこ水に飛び込めるかな、ちょっとあそこにちょっと水あるっぽいんで頑張って飛び込みます行きまーす、どー、せい、完璧完璧、よし、取れ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 、照らそう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 、オッケーオッケーオッケー、オッケー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 、けん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 、おし、なんかいけたなんか結果オーライ、あ、鉄めっちゃある、鉄めっちゃある、そしてなんか落ちてきた、うおー待って待って、あの、意外とね、意外と結果オーライさあ、でもあそこまでちょっと行く道を作りたいんだけど、最初に探索する前に石炭めっちゃある、掘ろうぜ、わわわわ
おっと、よし、じゃあ石炭を、この鉄もめっちゃあるね、最高じゃん。いやでもここの近くに水があってよかった、本当に水なかったら積んでたかもしれない。で、じゃあここの壁にちょっと螺旋階段でも掘ろうかな。あれ、螺旋階段ってどうやって掘るんだっけとりあえず鉄あるし行って、うおビビった、やつの声がする、やつが来る、ふっふっ、あ、あれ来ない、あ、バキ